皆さんこんばんは。スナックフルールともチャンネル、ともちゃんママです。いつもご覧いただきありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。本当にきっと暑くて消耗されてると思いますが、本当にお疲れ様でした。さて今日はですね、暑いじゃないですか最近で。夜寝れない時ありますよね。寝れない時にこうしたら寝れるよという方法をお伝えしたいかなと思います。少し前まで寝る前にやるヨガみたいなのがあるんですよ。それはアプリにもあるんですけど、こう全身に、首とかもうなんか全身にこう力を入れてふって抜くっていうのを10分ぐらい繰り返すんです。その呼吸とかもして、でそうするといつの間にか寝てるっていう、そんな素敵なアプリがあって、それを一時期使ってたんですけど、最近はそれよりですね、2チャンネルの創設者のひろゆきさんっていらっしゃるじゃないですか。あの方がテレビで言ってたんですけど、一つの単語、例えば あを思い出して、そのあのつくもの何でもいいんです。例えばアリって言ったら、アリのこう画像を頭の中に思い浮かべる。で次、じゃ例えばアイス、アイスってこうそんな図を思い出すっていうのをずっとやってると寝れます。これほんと寝れます。やってみてほしい。でもなんかこうそれでもダメな時もあって、何でやったのかな、歯でやった時にもうすごい脱線しちゃって、なんかそれが面白くなっちゃってハンダゴテとかハンニバルとかオハグロ、 あれはオだからダメだとか、なんか自分の中でもうどんどん楽しくなっちゃって、それ3時間ぐらいしてもうやめたと思って、その時はもうやめたんですけど結構寝れますよ。 そんな時ももしかしたらあっちゃうかもしれないけど、ぜひやってみてほしい。あとお風呂に入って体を温めて、さっきのヨガも同じなんですけど、ちょっとこうちょっと温めて体をね、で冷えていく時にふと寝れるみたいなんですよ。だからお風呂上がりたても寝れないけど、お風呂上がってじゃあ3時間後よりやっぱり30分後の方が寝やすいんですって。あとほらホットミルクを飲むとか、ちょっと体を温めてこうちょっと体が冷えていく時にふと寝れるんだと思うんですけどね。あと寝れない原因は携帯こう見ながら寝る人って多分たくさんいると思うんですけど、それが一番こう脳が活性してしまって一番寝れない原因みたいですね、今現代では、今だと暑いからっていうのもあると思うんですけど、で本当は寝る前は携帯はもう見ない時間をしばらく開けてからちょっと温まって寝るっていう、それがで寝るときにその文字をいろいろ思い出すっていう、それがいいと思う。で寝れないとき、もうどうしても寝れないときってこう目を閉じて横になってるだけでも本当に寝てるのとあまり変わりないぐらい脳が休まるんですって。こう目から入る情報量ってもう膨大な量みたいで、でそれを目から取り入れないだけでも
脳が休まるらしいので寝れなくてちょっとイライラしちゃうかもしれないけど、目を閉じてただ横になってるだけでも十分脳は休まるみたいなので、ぜひそういう風にして、お休みください。今日そういう風にしてお休みくださいさて今日はここまでにしたいと思います。今日も一日どんな一日だったでしょうか。今日も暑くて大変でした。お疲れ様です。明日も大変だと思いますが、明日も頑張ってください。少し早いんですが今日はここまでにしたいと思います。おやすみなさい。また明日ね。